しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は松坂の440年の歴史を持つ柳家宝膳さんにお邪魔しています。この老舗の和菓子屋さんは話題がとても豊富なので、まずは和菓子のお話から岡社長さんに聞いてみたいと思います。柳家宝膳というお店は440年の歴史があります。作ってるお菓子は老野友というお菓子で、もともと日野というところ、滋賀県の日野というところで作っておりました。その後内里さんとともに松坂に移動してきまして、松坂で400年以上ずっと老野友というお菓子を作り続けています。蒲生氏里さんとは松坂城の初代城主さん。この方のおかげで商業都市松坂の基礎ができたと言われている方です。織田信長公が斬新な和菓子を作るようにと氏里さんに命令して柳家宝膳さんが作ることになりました。その老野友という和菓子についてお聞きしました。こちらが通常サイズの老野友で、こちらの大きい方が440年前から作り続けられている老野友です。これは信長さん好みの赤い色に染められております。また裏の方にはこのような模様が入っております。これは中国の漢の時代の瓦の模様がそのまま焼かれております。真ん中に飛んでいるのは甲の鳥で、甲の鳥は幸せを呼ぶ鳥とされております。ここにですね、漢字が書いてあります。延長線の延と年、延年です。延年は風水的意味は良縁とか、結婚、そういったことを示しております。岡社長を語る前に、まずお父様のお話をしたいと思います。お父様は早稲田の理工学部を出られており、なんとテレビを自作されたそうです。作られたテレビで力道山の試合を見たと岡社長はおっしゃっています。またこのお父さん、野生のエルザの映画に惚れて、なんとライオンを飼いたいと思い始めました。ライオンの赤ちゃんを家で育てたいというと、絶対に奥様が反対、そりゃしますよね、反対すると思い、商店街の抽選会の一等の景品がライオンの赤ちゃんか、もしくは現金と選ばせました。そりゃライオンの赤ちゃんはもらわないでしょうということで、景品で余ったからとライオンの赤ちゃんを家に連れてきたそうです。結局お家の中でライオンの赤ちゃんを飼うことになり、なんと松坂牛の筋肉を与えていたそうです。するとさすがに大きくなってくると、ガオーとか言い出して、岡社長さんもちょっとビビったこともあったそうです。結局大きくなったら動物園に引き取られたそうですが、またなんとお父さんは懲りずに2頭目の赤ちゃんを飼ってきたそうです。そしてその子には鳥の頭は圧力釜で煮てやっていたら、ガオーと言わずにミャーって言ったそうです。今の岡さんで17代目ですが、16代目のお父様はなんとビルの屋上に動物園も作られたそうです。また喫茶店も作られて、その喫茶店の真ん中に池も作られたそうです。その池にはなんとワニが入っていたそうです。また2回目に作られた喫茶店の時はテーブルで熱帯魚が見られるようになったそうです。また飼っていた猿が逃げ出して、お店を休んで従業員でバナナを持って追いかけたりもしました。そればかりか2メートルにもなるこの水トカゲも飼われていたそうで、逃げ出して銀行から電話がかかってきて、排水路のところにトカゲが頭を出していると言われたそうです。
今だったら絶対に許可が下りないと思いますけれどもね。まあお父さんも大変ユニークですけれども、今の岡社長もなかなかです。岡社長は長男だったそうです。とてもいたずらっ子で、機械を分解したり時計を分解したりして組み立てられなくて、お父さんによく怒られたそうです。和菓子屋の息子ということで、学校の授業中に先生に柳屋こっちに来いとか柳屋って言われたそうです。和菓子屋の後を継ぎたくなくて東京理科大を受けました。文化系はすごく苦手で、物理とか数学が好きだったそうです。東京でサラリーマンをしていたそうですが、結婚後退職しました。ロッキン F という雑誌でギターのエフェクターの自作の記事を見て作ってみたら意外にうまく作れたようです。それから秋葉原通いが始まりました。またロッキン F の別冊にモーグ社のシンセサイザーの回路図が載っていたので自分で作ってみたそうです。 ELP の後楽園ライブで見たわけのわからない音が出る黒い箱、実はそれがシンセサイザーでした。それにしても設計図が載っていて作れちゃうところがすごいですよね。そんな岡社長も29歳の時におじいちゃんが亡くなって松坂に帰ってきました。お父さんから夜のお菓子うなぎパイがあるんだから松坂牛のビーフパイを作ってみろと開発を依頼されました。それから岡社長は和菓子屋をプロデュースし、店よし客よし世間よしということで頑張ってきたそうです。そんな岡社長のもう一つの趣味がありました。なんとインディアンフルートを自作されているのです。岡さんは50代の時セドナに行って大変なカルチャーショックを受けました。ホピ族の方々が自然と一体となって祈られる姿にすごく感動したそうです。岡社長はセドナに10日間滞在したそうですが、また自然の美しさにも感動したということです。スケールの大きいセドナの夕日などにも感動されたそうです。帰国してからインディアンフルートを演奏されているマーク・アキクサさんからインディアンフルートをプレゼントされたそうです。オカリナとかリコーダーは今まで全然自分には合わなかったと思っていました。インディアンフルートを吹いてみると自分でもびっくりするぐらい馴染んだそうです。奥様のみどりちゃんに久志さんは前世インディアンだったんと言われるほどでした。それから100本以上のインディアンフルートを自作されています。水屋神社でも奉納演奏をされています。お茶室の前で岡社長のインディアンフルートを聞かせていただきました。これはアジサイというインディアンフルートだそうです。吹き口のところにカタツムリが載っています。なんか和菓子屋の取材をしていたはずが、もういろんな話に飛びまして何の取材をしているかわからなくなりました。
岡さんは天女座に来られた時、トンちゃんとお話をしていて、なんと東京にいた頃、グランドファンクレイルロードの後楽園のコンサート同じ場所にいたということが分かって大変盛り上がりました。その時は大雨だったそうで、大雨の中で聞いたコンサート、なんと同じ場所に2人がいたということでした。岡社長といえば、私がイスラエルでコンサートをするときに長いシンセサイザーが持っていけないということで、真ん中からブチッと切ってつないでくださって、そのまま折れたまま運んで向こうで組み立てて普通に弾いて、また折れたまま持って帰ってくるというシンセサイザーを開発した人です。岡社長に今後の抱負をお聞きしました。コロナの影響で喫茶店は休業されておりますので、今後この素敵な喫茶店でライブ配信をするように改造したいそうです。また和菓子はネット販売もされておられますので、ぜひ皆さん和菓子を食べてみてくださいね。はい、ありがとうございました。今日はユニークな老舗の和菓子屋、柳屋宝膳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お先の隣。